こんにちは今日は N1 と N2 の文法を勉強します。はじめにこれを見てください。これ、日本語でいろんな言い方があると思うんですけど、どんな言い方が思いつきますか例えば、何々しなければいけません。他にどうやって言えますか何々しなきゃいけません。何々しなければなりません。しなくてはだめです。 何々するしかないあ何々せざるを得ない多分今までいろんな言い方を勉強してきたと思います。でも実はまだあるんです。<laughs> いっぱいありますよね、日本語でこの言い方。それ、今日の一番初めの N1 の文法です。余儀なくされる。<laughs> 見たことありますかこれを今日ちょっと勉強します。 まあ、意味は今言いましたけどしなければなりませんの意味ですね、はい。じゃあ初めにこの文を読んでください。予算不足が原因でその研究は中止を余儀なくされた予算は分かりますかあの何かそのことに使うためのお金予定しているお金ですね。 そのお金が足りなくてそのことが原因でその研究は中止しなければいけなくなりましたです、ね <laughs> でえっと、中止しなければいけなくなりましたということもできるんですけど他のもう一つの <laughs> 新しい言い方で余儀なくされたということができますでこの今日のポイントですね余儀なくされるで何々したくないけれどしなければいけないという時で、えっと、とてもフォーマルな あの日本語です。友達と話すときとか全然使いません。よくニュースとかで書くときによく使われる表現です。でも覚えてると便利だと思います。あの読むチャンスはいっぱいありますから。うん、<laughs> <laughs> で、えっとこれですね。例えばそのプロジェクトは予算を減らすことを余儀なくされた。これわかりますよね。予算を減らす。 ことを余儀なくされた。だから予算を減らさなければいけません。じゃ、あこれはどうでしょうか？昨日、ケーキを食べることを余儀なくされちゃったよ。ケーキを食べなきゃいけなかった。のその会社は経営がうまくいくことを余儀なくされた。その会社は経営がうまくいくことを余儀なくされた。この3つの文どう思いますか？この中で正しいのは1つだけです。 そうですね。一番上の文ですね。で、次のあの二番目の文と三番目の文は使えません。どうして使えないかわかりましたか。まず二番目のケーキの文は本当に友達と話しているカジュアルな日本語ですよね。そういう時に、あの、この余儀なくされたという言い方はしないです。まあ、ケーキを食べることを、ケーキを食べなきゃいけなかったよ。 なんかそれもちょ,っと、まあ、ちょっと変な感じだけどとにかく2番目言わないですね。で3番目はその会社は経営がうまくいくことを余儀なくされた余儀,なくされ余儀なくされたというのはいつもしたくないけどしなきゃいけないという時に使いますね。で経営がうまくいくっていうのはいいことですよねだからそういう時は余儀なくされたを使いません。この2つのつポイントを覚えてておいいください じゃあ例文を見てみましょう。これさっきと同じ文ですね。予算不足が原因でその研究は中止を余儀なくされたです、ね。予算がないから予算が足りないことが原因でその研究は中止しなければいけなくなりました。いいいででですすね。これははどうですかあの店は近所に大ききスーパーパができて、 閉店を余儀なくされた。これも単語大丈夫ですよね。た多分あの店っていうのは小さい店ですね。で小さい店があったけど近所に大きいスーパーができたからもう閉店しなきゃいけなくなった。ですね。多分この絵は結構分かりやすいと思うんですけどこういう感じですよね。はい。じゃあもう一つ。現在、任天堂スイッチは、 ここの次読めますか、これ。難しい。品薄のため販売店は抽選での販売を余儀なくされているうーんこれは結構長いし単語もちょっと難しいですね。任天堂 t e n d s w i t c h だけ <laughs> すごいよくわかると思うんですけど品薄っていうのはあまりない店の中に在庫があまりないだからよく売り切れになっちゃう。 任天堂スイッチ、本当今そうですよね。店に行っても、なかなか買えないですよね。で、販売店っていうのは、その製品商品を売っている店です。抽選はわかりますか?。抽選は、例えば、このケースだったら、買いたい人がいっぱいいるから。みんなに売ることができないですよね。だから、じゃあ、この人、なんか七百三十九番の人、任天堂スイッチ買えますとか。そうやって、なんかラッキーな人だけ、買える。 買うことができる、そういうシステムのこと、抽選と言います。あ、これですね。これ、この男の人がやっているのが抽選ですね。ラッキーな人だけ変えて、ラッキーじゃない人たちは変えないですね。これ任天堂スイッチ、本当に今そうですよね。あの、いろんな店で抽選やってますよね。はい、じゃあ、文を作ってみましょう。今の何何何、よぎ。 なくされる、余儀なくされるですね。余儀なくされるを使って、文を作ってみてください。A. 社は何何何、どんな文が作れますか。では、これはですね。えっと、ライブレッスンの時に。この質問をして、みんなから、いろんなアイディアを出してもらいましたので。そのアイディアを今、ちょっと書いてみますね。皆さんもちょっとどんな文が作れるか。自分で考えてみてください。 はい、例えば A 社は、えー、コロナのせいで会議の延期を余儀なくされたですね。なくされたはい、あと、えー、A 社はストライキのため、えー、給料を上げることを余儀なくされた。でもいいですねはい、あとはは、えー、A 社は海外進出の えー、中止を余儀なくされた。余儀なくされた、はい、じゃあちょっと一緒に見てみましょう。A 社はコロナのせいで会議の延期を余儀なくされたです、ね、コロナがなかったら会議する予定だったけどコロナのせいで延期しなきゃいけなくなったです、ね、とストライキのため給料を上げることを余儀なくされた、うん、ストライキがありましたから給料を上げなきゃいけなくなった。ですね 海外進出の中止を余儀なくされた海外進出っていうのは例えば今日本の会社で東京にオフィスがありますでも会社はもっと大きくなって次ニューヨークとかロンドンにも支店を作りたいその海外に会社が海外にまでビジネスを広げることを海外進出と言いますでも中止を余儀なくされただから中止しなきゃいけなくなりました ですね、ちょっとこの「余儀なくされる」っていう言葉があの書き言葉で硬い表現だから一緒に使う言葉も難しい言葉が増えてくると思うんですけどよくあの Google のニュースとかで検索して「余儀なくされる」とか検索したらいろんなニュースが出てくると思うのでどんなふうに使われているかぜひ見てみてください。ははい、いじゃあその次次きましょう次は言葉ないです じゃあこれ読んでください。そのプロジェクトの締め切りです。締め切りまでまだ時間があるから急ぐことはないよ。そのプロジェクトの締め切りまでまだ時間があるから急ぐことはないよ。締め切りはわかりますよね。この日までにやってくださいというその日ですね。ね急ぐことはないよっていうのは急がなくてもいいです。 という意味です。何々しなくてもいいですね。で、えっと、ことはないと今書きましたけど、ことないと短く言うこともよくあります。友達と話すときとかよくことないと使います。で、ちょっとこの A と B の文を見てください。飲み会に行ったことがない、飲み会に行くことはない。 これ一緒に見るとあれと思うかもしれないけど分かりますか違うポイント。まあ、これがこの赤い部分が違うんですけどこの A の飲み会に行ったことがないっていうのは自分の経験を話すときですよね。今まで全然私は飲み会に行きませんでした。B 飲み会に行くことはない。これは今勉強している何々しなくてもいいという意味です。で A は だ、いつも他の形ですね。で b は行く。このあの現在形ですね。ディクショナリフォームを使います。で、これあの意味が全然違うのでちょっと似てるんですけど、気をつけてください。じゃあ例文を見てみましょう。これさっき読みましたね。そのプロジェクトの？ 締め切りです。締め切りまでまだ時間があるから急ぐことはないよそのプロジェクトの締め切りまでまだ時間があるから急ぐことはないよまだ締め切りまで時間があるから急がなくて大丈夫じゃあこれはどうですかこれ初めの2つの漢字は「風と読みますあのー、熱があるとか喉が痛いの風ですね。 風邪気味なだけなら病院に行くことはないよ。家でゆっくり休んだ方がいいよ。この風邪気味、気味っていう表現、実は前のあの先週のライブレッスンでやったんですけど、えのちょっとという意味です。えー、あの風邪気味って言ったら、すごいひどい風邪じゃないけどち、ちょっと風邪。ちょっと風邪なだけだったら病院に行か行くことはないよ。病院に行かなくていいよ。ゆっくり休んだ方がいいよ。 本当そうですよね。じゃあもう一つ。あのレストランはいつもガラガラだから予約することはないよ。あのレストランはいつもガラガラだから予約することはないよ。ガラガラって聞いたことありますかガラガラはとても空いているという意味で、あのー、すごい静か、ちょっと静かすぎるみたいな感じの時に使います。 ですね、よくレストランとかそういうところで本当に人がいない時にガラガラだねと言います。であのレストランいつもガラガラだから <laughs> 予約しなくても大丈夫予約しなくてもいいです。ですね。じゃあ文を作ってみましょうでちょっとこれあのヒントが全然ないんですけど「えー、と何々々ことはないよ」とこの男の人が言ってでこの女の人は「あそうだね」と返事をしています。 じゃあどんな文が作れると思いますか何々何事はないよどうでしょうかじゃあこれもライブレッスンの時にみんなから出てきたものを書きますね、えー、パーティーに、えー、お土産をお土産を持ってくることはないよはないよいいですね あとは、えー、日本、そうそうそう。日本のレストランでは、えー、チップを払うことはないよ。そうですよね。はい。あと一つ。えっ、ー、と、朝の会議がないから、えー、早く起きることはないよ。いいですね。はい。じゃあ、見てみましょう。 パーティーにお土産を持ってくることはないよ。そうだね。いいですね。あと、日本のレストランではチップを払うことはないよ。そうだね。そう、日本のレストランでチップを払う習慣がないですよね。朝の会議がないから早く起きることはない。そうだね。うん、それも朝の会議があるときは早く起きなきゃいけないけど、たぶん明日は朝の会議がないから早く起きることはない。<laughs> いいですね。 みんなもこれちょっと考えられましたか多分これは結構作りやすいし使いやすいと思うのでぜひ使ってみてください。じゃあ次の文法に行く前にちょっとこの <laughs> 魚ですね <laughs>。魚の漢字を少しだけ勉強しましょうで。魚、この漢字はみんなももちろん大丈夫だと思いますで。一つの漢字の中にこの魚っていう漢字が入っている漢字がいっぱいあるんですけど その中で今日3つだけちょっと見てみましょう。はじめにこの魚とこの漢字ですね。これなんですけど、この右の漢字の意味は何でしょうか。これ青ですね。で、あのこの下の大きい漢字の中では青っていう漢字の部分がちょっと違うと思うんですけれども、これ昔の漢字のスタイルですね。でもこの魚の名前を使うときはいつもあのいつもだいたいこの 昔の青を書きます。で、青い魚ですね。これどんな魚だと思いますか？ね、サバです。サバあのまあ、青いって本当にすごい青いじゃないけど、でも青いですからサバはこの漢字を書きます。美味しいですよね。私サバが大好きです。<laughs> じゃあ次の漢字行きましょう。魚プラスこれ東京とか京都の京ですね。 これは分かりますか東京とか京都っていうときは、今日の漢字の意味はこうよく大きい町とかそういう意味で使うんですけど、もう一つ今日には意味があって、このすごい大きい数字という意味があります。大きい魚。なんですか大きい魚。<laughs> これ、ラですね。はい。この漢字でクジラと読みます。じゃあ最後、もう一つです。魚プラス なんとかこの右の漢字はわかりますか？あれうまいと読みます。あの美味しいの意味ですね。美味しい魚 <laughs> なんでしょうか？<laughs> これ寿司です。もちろん美味しいですね。で寿司は他の漢字もあの二つの漢字で寿司と書く漢字もあるんですけど、両方よく使います。寿司です。え魚を使う漢字いっぱいあって、あの私も全然全部読めない。すごいいっぱいある。 複雑な漢字がいっぱいあるんですけど時々こういうちょっと面白い漢字、あのー、もあるのでぜひ調べてみてください。では最後の文法に行きましょう。何々上にですね。じゃあこれを読んでください。このゲームは高い上にバグが多い。<laughs> 高い上にバグが多い。高いはあのお金ですね。お金が高いとバグが多い。 でこれ高い上にバグが多いって言ったらこのゲーム高いしそれにバグが多いなんかこの悪いポイントがあってさらにこんな悪いポイントもあるというさらにと言いたい時に使います。な何々上にと言ったらこういうことがありますでそれプラスこういうこともありますという時ですね。でこのの動詞詞ととか形容詞の接続は、ちょっん <laughs> んなルールーがあるんですけど、 これまたあのよかったら後でゆっくりポーズしてみてください。<laughs> はい、じゃあ、えっと、これですね。ちょっとこれを見てみてください。えー、この店はきれいな上に広い。これ分かりますね。はい。この店はきれいな上に広い。きれいっていうのはいいことですね。で、広いっていうのもいいことですよね。じゃあ次です。 この店は汚い上に狭い。これ汚いっていうのは悪いことで狭いっていうのも悪いことですよね。このネガティブネガティブの時も使えます。さっきのゲームの話もそうでしたよね。高い上にバグが多いって両方とも悪いことでしたよね。じゃあこれはどうでしょうか。この店はきれいな上に狭い。綺麗な上に狭い このポジティブとネガティブを一緒に使うことはできません。上にを使うときはいいことといいこととか悪いことと悪いことのときに使います。いいですかあとですね、この上っていう言葉がちょっといろんな文法があるんですよね。特にその上級で習う日本語でいっぱいあると思うんですけど、これ今の文ですね。このゲームは高い上にバグが多い。 これ、今大丈夫ですよね。高いし、それにバグが多い。じゃあ、これはどうでしょうか上司に確認した上でご連絡します。上司に確認した上でご連絡します。この上ではどういう意味でしょうかこれ上司に確認して、それから連絡しますという意味ですで。これは上でですね。上にじゃなくて上で。あともう一つ。 歴史上の有名な人、これは歴史上ですね。で歴史のです有名な人、これはま漢字の言葉と一緒に使って上と読むんですね。ちょっと <laughs> あのー、本当に多分一つの教科書の中でいっぱい上という漢字を使った文法が出てくるので間違えやすいんですけど、今日はこの一番上のそれにという意味の上にですね。 じゃあ例文を見てみましょう。これはさっきの文ですね。このゲームは高い上にバグが多い。いいですね。高いし、それにバグが多いです。はい、これはどうですか？新しい iPhone はカメラが高性能ですね。高性能な上にバッテリーが全モデルより長持ちします。 新しい iPhone はカメラが高性能な上にバッテリーが全モデルより長持ちします。これは分かりますか高性能っていうのはあのカメラの,そのパフォーマンスがすごくいいということですね。で、バッテリーが前のモデルより長く使います。長く使うことができます。まあ、iPhone で新しいのが出ると大体いいこれみんな大事ですよね <laughs>。 カメラきれいかなとかバッテリー長持ちするかなと大事ですよねじゃあもう一つこのレストランは美味しくて安い上にコロナの対策もしっかりしている対策ってわかりますか対策って何か問題があった時にその問題を防ぐため問題が起きないようにするためにどうしたらいいですかという。 そのために何かすることが対策です。このレストランは美味しいし安いし、あとコロナのこともちゃんとしてるですね。ま <laughs> あこういうレストラン <laughs>、まああんままだあんまりないかもしれないですけど、まあこういうことですね。<laughs> はい。じゃあこれも文を作ってみましょう。今トピックは仕事です。この仕事は何何何。 どうでしょうか上にを使ってないいことといいことか悪いことと悪いことですね。この仕事は何々。ちょっと皆さんもどんな文が作れるか考えてみてください。じゃあこれもライブレッスンの時に、えっと、みんなから出たアイディアを書きます。えっと、<laughs> この仕事は残業することはない上に、えー、給料が高い。<laughs> いいですね。 はい。これ、さっきのですね。<laughs> することはない。残業することはない上に給料が高い。はい、あと、えー、通勤時間ですね。通勤時間が、えー、短い上に仲間が、えー、優しい。いいですね。はい。あとは、えー、この仕事は 面白い上に、これも給料ですね。給料がいい。はい、他にもいっぱい出たんですけど、えー、とりあえずこの3つを書きました。この仕事は残業することはない上に給料が高い。いいですね。残業はないけど給料がいいんですね。通勤時間が短い上に仲間が優しい。うん、これもいいですよね。通勤時間だから会社に行くまでの電車の時間が短い。 で仲間が優しい素晴らしいと面白い上に給料がいいこれも大事ですね <laughs> 面白いと給料がいい大事な2つのポイントいいですねはいこれも多分結構使いやすいと思うのでちょっと文作ってみてくださいねでえっとライブレッスンの時はここで2つ復習クイズをしました 今日習った3つの文法の中から2つ選んで、その中から復習クイズをしました。で、えっと youtube のビデオ。ではこの復習クイズはできないので、これはスキップします。では次、次ニュースを聞こうですね。はいで、えっとちょっと今日のはえっとニュースではないんですけど、えっと話を記事を書きましたので、それを読んでください。で、えっと今日も3回読みます。で、1回目は何も見ないで聞いてください。 2回目は単語リストを見ながら聞いてくださいで3回目は記事を読みながら一緒に聞いてみましょうでは初めに何も見ないで聞いてください「えー、サバを読む」という表現を聞いたことはありますか実際の数字とは違う数字を言う時特に実際の年齢より若い年齢を言う時に「サバを読む」と言います。 彼は3歳鯖を読んでると言ったら実際の年齢より3歳若い年齢を伝えているという意味ですこの表現は魚のサバに由来していると言われています今のような冷凍技術のなかった江戸時代鯖は傷みやすく取れる数も多いため市場の人たちはできるだけ早く鯖を売りたくて数をごまかしたり適当に数えて売っていたりしたようです どうですかこの言葉知っている知っていたら分かりやすかったかもしれないですねじゃあちょっと単語見てみましょうまずサバこれ覚えてますかさっきの,あの魚青い魚ですねでこういう魚の種類って漢字もあるしあとカタカナもよく使いますでこの今回の表現の説明だったんですけど表現の説明あの説明 時はよくこういうカタカナを使うことも多いです。でこれ今言っちゃいましたけど表,表現ですね。表現よく、あのー、言葉について使いますよね。どういうふうに話しますかどういうふうに言いますかじゃあこれはどうでしょうか実際ですね。実際は本当のところです。本当のこと。あ実際です。これは 年齢年齢。年齢は年齢は何歳ですかですね。何歳ですかっていうその年が年齢です。はい。これも漢字簡単そうだけど読み方がちょっと <laughs> 微妙ですかね。え自由の言うですよね。由来と読みます。由来。由来は特に言葉。 その言葉とか表現がもともとどっから来ましたか。こっから来て、で、今こういう意味で使われています。っていう、そのもともとの言葉がどこから来たかっていうのが由来です。はい、じゃあ、次です。これも読み方ちょっと難しいですかね。痛むと読みます。この痛むは、あの痛い痛い痛いの痛いじゃなくて。あの、魚とか肉が悪くなるという意味に使います。 魚とか肉、例えば買ってから2週間置いておいたら悪くなりますよね、悪くなって食べられなくなりますよね、それを痛むと言います。はい、ではこれはどうう。でしょう冷凍ですね。冷,凍で冷蔵庫はあの牛乳とか入れるところで、冷凍庫はアイスクリームとか入れるところですね。だから冷凍はゼロよりももっと低い 冷たい温度のことですね。これはこれ取ると読みます。取る魚を取るとかそういう虫を取るとか捕まえるという意味で使います。じゃあ最後これ漢字じゃないんですけどごまかすごまかすわかりますか。ごまかすはなんか嘘をついたりとかしてこうあのー、何かまあ、嘘をついて で、<laughs> その相手の質問にちゃんと答えない真面目に答えないとかそういう時に使いますごまかすじゃあもう1回読みますねさっきと同じのです次はこのリストを見ながら聞いてみてくださいえサバを読むという表現を聞いたことがありますか実際の数字とは違う数字を言う時特に実際の年齢より若い年齢を言う時にサバを読むと言います 彼は3歳サバを読んでると言ったら、実際の年齢より3歳若い年齢を伝えているという意味です。この表現は、魚のサバに由来していると言われています。今のような冷凍技術のなかった江戸時代、サバは痛みやすく取れる数も多いため、市場の人たちはできるだけ早くサバを売りたくて、数をごまかしたり、適当に数えて売っていたりしたようです。 どうですか <laughs> さっきより分かりましたかじゃあ最後ですね、これを見ながら読んでみましょう。サバを読むという表現を聞いたことがありますか実際の数字とは違う数字を言うとき、特に実際の年齢より若い年齢を言うときにサバを読むと言います。彼は3歳サバを読んでると言ったら、 実際の年齢より3歳若い年齢を伝えているという意味です。この表現は、魚のサバに由来していると言われています。今のような冷凍技術のなかった江戸時代、サバは痛みやすく、取れる数も多いため、市場の人たちは、できるだけ早く鯖を売りたくて、数をごまかしたり、適当に数えて売っていたりしたようです。はい。 ということで、えっ、ー、とこのサバを読むという表現の話でした。意味わかりましたか？でこれすごくあの結構よく使われる表現で、ねもし意味知らなかったら全然使い方わからないと思うんですけど、ちょっとこういう便利な表現があるので、せっかくなのでちょっとこのサバを読むの使い方を三つだけ文を書いたので見てください。例えば、えー、彼は三歳サバを読んでる。 ここれ、れ、どういうい意味でしたっけこれ本当の年齢より3歳若く年を言ってる本当は30歳だけど27歳だよとか <laughs> 言ってるということですねじゃあこれはどうでしょうか理科は若く見えるから、ら歳ぐらいいバ読んでもバレないよ。だから理香さん若く見える見た目が若いからもし5歳ぐらいサバを読んで5歳ぐらい若い年齢を言ってもみんなわからないんじゃない <laughs> ということですね。あとこれ年齢じゃないもの。たけしさんトイックのスコア絶対サバ読んでると思う。<laughs> 多分履歴書にたけしさんトイック高いスコアを書いたんですけど、本当に喋ったらあんまり話せないから、うんたけしさん絶対スコアサバ読んでると思う <laughs> ですね。こういうふうにあの年齢じゃないことにも使うことができます。まあ、このサバは読まない方がいいと思いますけど。 もしなんか聞く機会があったら、おと思ってください。<laughs> はい。じゃあ、きのレッスンはここまでになります。で、えっと、ライブレッスンも、あのー、いろんな質問もできるし、文を作ったりもできるので、よかったらぜひ参加してみてほしいです。あと、ペイトリオンもやっていますので、よかったらチェックしてみてください。じゃあ、きもありがとうございました。また見てください。またねー。